いつか紹介してほしいお店があります。お昼はまるまる円で美味しいステーキが食べられます。福山駅からなら歩いて行ける場所にあります。中央図書館のすぐ近くですから、こちらです。ああ、ここかって方も多いのでは。地下だけど敷居はめちゃ高い印象。電話予約した時は少し怖そうな店主さんって印象だったので、少し不安ではありますが、行くしかなかろう。予約していたのでサラダとかすでに準備してありました。お店の雰囲気もええ感じです。ステーキ焼くところも取らせていただきました。っていうかお肉ぶっとくないですか。良心的とかそういうの超えてるレベル。ディナーは絶対に来れない高級店のランチ肉。気になるお値段の発表なのですが、やばすぎはロタ。これで1980円はないじゃろう。野菜もうにゃーし、隙がないわ。夜はめったに来れないかもだけど、ランチなら頑張れば来れる。